傑作中の傑作、大砲ザイラーだ。これさえあればな、どんなに足の速いやつだって一発で御用になっちまうんだぞ。さあ、実験させてやるからな、しっかりと持つんだぞ。そうだ、すごいだろう。いいか、わしがな、50メートルほど逃げたらな、よーく狙ってこの引き金を引くんだ。御用だってな。御用だ。そうだ、その調子だ。私は凶悪犯だぞ。よし、行くぞ。うん、ケンちゃん、もういいんじゃないか。よし、うわこようだ。どうかご勘弁を。どうだ剣馬、花倉式逮捕罪の威力は。ああ、さすが発明刑事だ。これなら犯人逃がしっこないわね。鬼の花倉に睨まれたらな、もう100年目ってわけなんだ。あ、発明刑事あれなんだ。なんだ、どこだ、どこだって。これじゃ見ようがないじゃないか。テレビスコープ。はい。またララシュタインかい。村の博士、キスバードで飛んで正体を。ああ、そうしてくれ。はい、俺も行きます。あれくらいのやつなら俺一人で十分だよ。え、安全な場所へ避難するんだ。さあ、急ぎなさい。はい、はい。発明刑事は？わしが、わしはな、この大砲台であいつらを捕まえてやるんだ。は、早く逃げなさい。はい、頼むぞ、大砲台だ。やったなんだあいつは。アクアトリンガーはまだ現れんか。はっ、まだです。あのキスバードを痛めつけろ。なんとしてもアクアトリンガーをおびき出すのだ。だろ。よし、マハバラの方が確実です。よし、行くぜ。フライングナックル。
小さすぎてマハバロンじゃ捕まえられねえや。よし、このカトンボ野郎、どうするか見ろ。マハトリガーフライト。まあ見ろ。よう、気をつけろ。マハバロンからあまり離れるな。大丈夫ですよ、博士。マッカトリガーを捕獲せよ。よう、バロンに戻れ。深追いは危険だ。大丈夫ですよ。しまった。ガンサハイ、出動だ。来た。よライキスバード1、敵機の姿は見えません。そうか。やはりララーシュタインはマハトリガーを強奪するために。アラシダヨーだな。お前がララーシュタインか。ララーシュタインは私の父だ。世界中にララーシュタインと並ぶ科学者はおらぬ。ララーシュタインの頭脳は人類のそれをはるかに。そうかい。そりゃまた随分おめでてをつむで。そうか。我々の力を見せてやる。どうせ大したことじゃねえだろう。動くな。動くとお前たちの親玉の首が飛ぶぜ。来るな、来るな。近寄ると本当にやるぞ。来るな、来るんじゃない。やるぞ、うん、嵐だよ。殺してはならぬ。どうしてあの参謀は俺を助けたんだろう。それが奴らの手なんだ。ヨウは一体どこへ連れて行かれたんでしょうか。おそらくロボット帝国。ロボット帝国？地上地祭りに上げるつもりかな、マハバロンの操縦者として。そんな。ララーシュタインはね、悪魔のような知能を持ってるんだ。地祭りに上げるだけじゃないな。もっとこの深い陰謀が隠されてるような気がするんだよ。どんな？さあ、それは。私も花倉さんと同じ意見だ。どうも面倒なことになりそうな気がする。俺のせいなんだ。俺が道場を踏まなきゃ用もさらわれることはなかった。いや、お前がおとりにされなければ俺か愛が同じ役をさせられてた。しかし俺は。でも仕組まれて罠だったんですもの。チャンスは必ず来る。その時を待つんだ。冷静にな。パンツ、よくやったな。さすが長男、立派だったぞ。お褒めいただき嬉しく存じます。嵐大王はどこだ。心配無用、地下室に叩き込んでいる。どこへ行く。やつを殺す。やめろ。嵐大王はマッカバロンの操縦者だ。
マッハバロンを奪うまでは生かしておく。父上はマッハバロンをロボット帝国の侵略用ロボットになされたい。それは誠ですか？マッハバロンはもともとわしのロボットだったのだ。父上のロボット。嵐大王の父陽一郎博士は私の弟子である。なかなか優れた頭脳の持ち主でマッハバロンを設計した。私はマッハバロンを侵略用ロボットにすべく製作に乗り出した。ところが完成間近のある日、私の夢はマッハバロンを押し立てて人間どもを踏み潰すことだ。その夢が間もなく実現する。どうだ、このミクロダイオードが1個あればマッハバロンの操作は思いのままです。うん、早くセットしろ。はっ。嵐大王が脱出を奏でています。うまく逃がすんだ。いいな。なあ。脱出しました。 DLGT を出動させろ。はっ。奴はきっとマッハバロンに乗り込んでくる。そこでマッハバロンを我がものにする。ガラさん。はい。キスバードです。どう。キスバード。おい、俺に行かせてくれ。キスバードさんを俺に貸してくれ。待て、ジョージ。焦るな。君は待機だ。はい。ジョージ。ガードミサイル。蹴飛ばしてきましたよ。博士、マッハバロン飛ばしてください。空中でドッキングします。一度基地へ戻れ。点検した方がいい。そんな時間ありません。町が全滅させられてしまいます。よし、マッハバロンを飛ばせる。マッハトリガーライト。トリガーがマッハバロンにドッキングしました。よし、遠隔操作してマッハバロンを引き寄せろ。やな。フライングキック。よう、ムランだ。やはり一度基地へ戻れ。マッハトリガーを点検するんだ。そんな余裕はありません。大丈夫ですよ。戻るんだよ。アロンスマッシュ。
アンタイフ。いくら頑張っても無駄だ。マッカバロンは我がロボット帝国の操作のままだ。そんなバカな。さあどうなるか見ろ。どこへ行くんだ。こっちだ。村の博士、マハバロが操縦不能になりました。博士のおっしゃった通りです。どんどん持っていかれます。どうすりゃいいんです博士。よう、冷静に言われたことを実行するんだ。いいな。はい。マスタースイッチオフ。マスタースイッチオフ。オールスイッチオフ。オールスイッチオフ。これでマハバロンは作動しなくなった。これからが大事だ。いいか、後方中央部の計器板を外し、コンデンサーを全部抜き取れ。それからそれぞれの回路を直結させるんだ。今のピンチを脱出するにはそれしかない。やってみます。参謀、マッハバロンの全てのスイッチがオフになっています。ティーゲル GT に指令しろ。そうした抵抗が無駄であることを思い知らせるのだ。ラダ、これ以上は危険だ。マハバロンを連れて脱出しろ。死んでも離れるものか。このままではやられてしまう。よし、こうなったら逮捕ザイラーで何とかしてみる。逮捕ザイラー？ロケットにロープを飛ばせて犯人を逮捕する新兵器だよ。人間を飛ばさないか。人間？何一人や二人。俺を飛ばせてくれ、あのロボットに。ダメか。いや、わしの発明に不可能はない。火薬を倍にしてやってみよう。用意はいいか。いるぞ。はい。来やだ。捕まえるやつがあるか。はい、ロボットにロープをかけろ。くっさ、
終了だ。マスタースイッチオン、オールスイッチオン。どうした、マクアバロンは動き出した。それが遠隔操作不能です。何、続けろ。何としても引き寄せるんだ。メゴンパンチ。やったな。そう、行くぜ。ドルフィンパンチ。ドルフィンビーム。バロンスマッシュ。とどめだ。マッハコルダー。父さんはマハバロンを人類の自由と平和のために設計したんだ。ロボット帝国に渡してたまるか。あの時俺たちの言う通り、嵐大を殺しておくべきだったんだ。そうだ、パンチ責任を取れ。奪えないとなればあとは倒すのに。ジュンカーズ F2。 Yeah.